遊びに来ました、来てくださってありがとうございます、こんにちは、ありがとうございます、に来てくださってありがとうございます、グランキューブ大阪から見れます、ありがとうございます、本当にこんにちは、来てくださってありがとうございます、なんか前髪おかしいんだけど、マスクメロンさんこんにちは、ありがとうございます、来てくださってありがとうございます、こんにちは、うん、うちわが消えたぞ、あった、普通にあった、こんにちは、ありがとうございます、たけさん何でも頑張ります、ありがとうございます、来てくださってこんにちは、ありがとうございます、うん、たくさん星ありがとうございます、おさむさんこんにちは、おさむさんこんにちは、ありがとうございます、来てくださって、こんにちは、ありがとうございます、今日天気どうでした、なんかめっちゃ雷すごかったんだけど、結構1時間前かな、2時間前か1時間前か、キングキャメロンさん、やっほ仕事抜け出してグランキューブ向かってます、楽しんで来てください、来てくださってありがとうございます、こんばんは、あ、こんにちは、ありがとうございます、なんか串がどっか行っちゃった、ガブリエルさんこんにちは、ありがとうございます、来てくださって、コロワンさんこんにちは、ゴリボンさんこんにちは、ありがとうございます、ちょっと固めちょっとコンタクト外れちゃったの、さっき、こんにちは、ありがとうございます、もうちょっと上か、よし、ケザイモンさんありがとうございます、あのバラ今日も来てくださってありがとうございます、こんにちは、バラありがとうございます、トシカズさんこんにちは、ありがとうございます、来てくださって、ゴムで結ぶ仕草とポニーテールがみたいです、こんにちは、ありがとうございます、来てくださって、うん、ちびっこっていうなんかコメント見えた気もしなくもない、うん、あ、カウントありがとうございます、ガブリエルさん頑張ってください、ありがとうございます、頑張ります、みずやさんこんにちは、来てくださってありがとうございます、こんにちは、ありがとうございます、にっしーさんこんにちは、ありがとうございます、来てくださって、こんにちは、ありがとうございます、なんかクマが隠れないんだけど、マジでなんかめっちゃ疲れてる人みたいに見える、なんで、雷鳴ってた、もう少ししたら仕事、あ、
そうなんですね。雷なんかすごかった気がする。ケントさん、はじめまして。こんにちは。来てくださってありがとうございます。に、西さん、今日もこんにちは。来てくださってありがとうございます。元気ですか？アカウントありがとうございます。ガブリエルさん、なえちゃん、ありがとうございます。頑張ります。ケントさん、何年生？中3です。よろしくお願いします。受験生だね。今日は塾なので、6時までの配信になります。うわ、塾か。カウントありがとうございます。ケントさん、合格頑張ります。コメントありがとうございます。うまきさん、こんにちは。来てくださってありがとうございます。55カウント完了。ありがとうございます。たけいさん、ありがとうございます。カウント。ケーキ。ありがとうございます。ニッシーさん、ケーキありがとうございます。ちょっとね、ケーキの動画、ケーキ作る動画最近見てる。作らないんですけど 作らないんですけど、なんかわーみたいな、こんな風に作れたらなんか楽しいだろうなみたいな感じで見てます。僕の目に狂いない。頑張ります。頑張る頑張る。ちょっとね、塾の宿題をちょっとやってなくてですね、何ページかも覚えてない。やばいやばい。え、これやってんのか、これかな。139、40、え、絶対違うんだけど。ちびっこちゃんバイブ、また、ありがとうございます。またぜひぜひよかったら来てください。ちなみに154ですね。どこだっけ。違う気もする。ページがわかんない。しんじさん、こんにちは。ありがとうございます。来てくださって。こんにちは。ありがとうございます。来てくださってありがとうございます。今日お仕事でした？目の運動です。カルちゃんさん、来てくださってありがとうございます。ハートありがとうございます。めっちゃハートありがとうございます。50カウント完了。ありがとうございます。西さん、本当に。カルちゃんさん、本当にありがとうございます。めっちゃハート、マジでありがとうございます。あと100個と、ありがとうございます。本当に。よいしょ。どこだっけ？マジでどこ？本当にどこだ？ 100 円で141。ぽい。違う。でも違う気もする。え、ガチどこだ。学校側でなあちゃんがショールームしてくれて嬉しいです。ありがとうございます。なるべく毎日配信、いや、毎日配信継続中なんで 昨日もなんだかんだ言いながら、なんだかんだ言いながらっていうか、そう
モンティさんこんにちは、ありがとうございます、来てくださってこんにちは、ありがとうございます。なんか得意な教科とかありますか？勉強の。これから塾だとお腹すそうなんですよ。ちょっとご飯なんか食べていきたいなって思ってるんですけど、時間あるかな？ないかもしれない。そうなんです。ありがとうございます。カウントありがとうございます。数学が本当に苦手で、めっちゃでも塾通わないと本当にダメって感じなんですけど、わかんないんだけど、え？どこ範囲？140か。絶対範囲うち間違えてる気がします。ありがとうございます。カウントありがとうございます。ガブリエルさん毎日配信してる、すごい、ありがとうございます。頑張ります。頑張る、できることから頑張る。数学と英語が得意、え、すごすぎます。もう交換してほしい。数学と英語本当に苦手なんですよ。そうなんです。今は知らんけど、知らんけど最近なんか知らんけどに過剰に反応してしまう。あってジラミクさんありがとうございます、来てくださってこんにちは、ありがとうございます。配信者さんなのかな、ありがとうございます。知らんけど知らんけど、はじめまして、はじめまして、来てくださってありがとうございます。頑張ってください。6日からガチイベなんですね。頑張ってください。フレキャン社会と英語が得意、もうなんか交換してほしいがです本当に。国語以外ない。国語と歴史ならいける。歴史って言ってもなんだろう、カタカナしか書けないんですけど、まあでも戦国時代とあとね普通にカタカナのやつはいけるんですよ。なんかその他多分無理。いやでも歴史はいけるか。エリーさんこんにちは、ありがとうございます。カズさんさん、ナナちゃん押してます。知らんけど、え、ありがとうございます。知らんけどはちょっと見なかったことにします。フレッシュキャンパスコンテスト、略してフレキャン、そうなんですそうなんですね、すいません、そうなんですね。フレキャン頑張ってください。猫さん345コメントありがとうございます。日本史は好きだったけど世界史は苦手だった。あ、そうなんですね。なんか世界史得意な気がします、なんとなく。カタカナ得意。星集めしてきた、おかえりなさい、戻ってきてくださってありがとうございます。ガブリエルさん何回もすいません、ファンになりました、ありがとうございます。ありがとうございます、頑張ります。めっちゃ雲が、もうなんかライトの当たり方かもしれない。
気のせいだった。普通にあるだけだ、クマが。かわいい。ありがとうございます。読み方が本当にわからない。漢字なのかな。ンクルムリでもなさそうな気もしてきた。応援してます。ありがとうございます、ガブリエルさん。頑張ります。湘南青ピーさんかな。こんにちは、来てくださってありがとうございます。初めましてかな。ありがとうございます。よかったらぜひぜひゆっくりしてってください。あ、エントリーナンバー7番です。よろしくお願いします。あ、なんか見えないと思ったら画面と近かった。中学3年生の14歳です。あとじゃなくて大阪府出身です。よろしくお願いします。うちも違い？これなのか、これかもしれない。そうなのか。まあでも全然宿題は間に合いそう。大丈夫大丈夫。やってたかもしれない、もしかしたら。やってたんかもしれない。やってなかった。ライブの意気込みある？30日のですか？もうできる限りのもう自分の全力出します。同じ年なのに、同い年だったんですか？ます。勉強大変ですよね、本当に。もうなんか、わかんないんだけど。ガブリエルさん、宿題ファイト。ありがとうございます。なんか、でも全然、多分、範囲間違えてるかもしれない。範囲間違えてますよって言いますもん。多分、この範囲、やってないと、みたいな感じで。ともあきさん、50カウント完了。ありがとうございます。マスさんさん、こんにちは。ありがとうございます。来てくださって。こんにちは。ありがとうございます。なんか歌おうかな。塾は宿題毎回宿題、なんか出るんですけど、毎回なんかね、塾でやる場合もあります。なんか終わらせる、その日にもう終わらせちゃって、もうやらなくていい的なの感じあるんですけど、なんか今日ページがおかしかった。やったことないページやった。こんにちは、シャリーさん、ありがとうございます。来てくださって。こんにちは、ありがとうございます。一番だけ。
灼熱の砂浜寝そべった水着ショー、海のその青さ空まで染みる、散らばったジュエルがキラキラと輝いて、目移りするなら盗んじゃえ。そう、なんか音がちっちゃい気がする。音ちっちゃくしちゃったのか。めっちゃちっちゃかった。ここにあるよ、きっと思い出せ。何さで一番可愛いか、あなたはどの子を指さすの。何一はっきりしようじゃないか。夏の恋は誰と誰とする。息が持たないかもしれない。ちょっとなんか毎回区切ってるよね途中で。こんにちは、何時までの6時までの予定です。ガブリエルさん、キラコメありがとうございます。村上さん、こんにちは、ありがとうございます、来てくださって。西沢それなれちゃん、ありがとうございます。ガブリエルさん、キラコメありがとうございます。はい、ありがとうございました。一番のみなんか、あのリングライト壊れかけえ、すぐなんか消えるんだけど、押さえとかな。ようちゃんさん、こんにちは、ありがとうございます。2070、頑張って頑張って、歌うの頑張ります、歌頑張りますめっちゃ練習しないと。練習します。あなたの名前は何ですか？よいしょ。エントリーナンバー7番なので、よかったらナナちゃんって呼んでください。よろしくお願いします。歌かダンスどっちが得意なの？練習したら歌。ダンスも練習したら、練習しないと全部ダメだ。練習します。なんか本当に NMB って感じがします、この歌。もう名前言いそうにやったら危ない危ないもう私が知ってる限りのなんかもうアイドルって感じで。あ、こんにちは、ありがとうございます。ピキビーさん、こんにちは。夏尾さん、こんにちは、ありがとうございます、来てくださって。こんにちは、ありがとうございます。夏の曲、もう夏終わっちゃうかもしれない。終わってた、終わってました。秋か、今秋か、終わってた。夏のつもりです、まだ。でも暑くないですか？今日はそんなことなかったかもしれないけど、そんなことあったかな、なかったかな。なんか今日体育やってないんでわかんないですけど、体育室内だったのね。もうなんか学校とかどこいてもなんかクーラー効いてるんで、あんまり暑さが分かんない。こんにちは。AKB48 のが夏曲だとカチューシャが好き。多分なんかゆらがしてるカチューシャと同じかもしれないこんにちは、ありがとうございます。マスクさん、
みーちゃんさちゃんありがとうございます。マスクメロさんまだ暑いですね、本当に暑い。アッパーエビさんこんにちは、ありがとうございます、来てくださって。ギリギリさんこんにちは、ありがとうございます、ありがとうございます。でもあのアイスがアイスっていうかもう氷たっぷりのお茶飲みたい気分です。なんか夏と冬でなんか飲める水分の量が変わってくるんだけど、同じ方いません？なんかもう限度みたいな、飲める量が一日に飲める量が増える気がする。竹野さんこんにちは、ありがとうございます。学校にエアコンあるのいいね、俺の時代はですよね。もうなんか最近ですもん、中学入ってもう去年からですもん。なんかめっちゃいろんなところにエアコンつくようになったの、なんかフル稼働なの。小学校の時はもうなんか扇風機でなんかなんとかみたいな、なんとかしないとみたいな感じだった。ガブリエルさん、はい、エアコンつけてます、お家もエアコンつけてます。クーラーじゃないか、エアコンか。夏はガブ飲みしちゃう。そうなんですよね、もうめっちゃもうガブ飲みしちゃう。多分あの水分の排出量が多いからかな、汗とかで。その分飲めるようになるのかな。カウントありがとうございます。だいだいさんこんにちは、ありがとうございます、来てくださってこんにちは、ありがとうございます。暑いと女子はスカート青入れた。あのお家とかだったら、いやお家でもないわ、お家でもなかった。あのなんだ、雨の日はもう一生懸命乾かしてた。あの下敷きでも一生懸命。あいらさんこんにちは、ありがとうございます、来てくださって。星たくさんありがとうございます。アンケンさんこんばんは、ありがとうございます、来てくださって。あれ OK いけた。ゆかりさんこんにちは、来てくださってありがとうございます。こんにちは、ありがとうございます。アンケンさん今仕事から帰ってきました。あ、お疲れ様です。お仕事本当お疲れ様です、ありがとうございます、来てくださって。そうですね、あの今日火曜日ですもんね。ひかりさん可愛いですね、ありがとうございます、めっちゃ嬉しすぎます、ありがとうございます。体育館エアコンね、エアコンついたんですよ。エアコンつきました、今年かな、今年ついた。なんか工事してて体育館エアコン気づいたついてました。学校で一番好きな科目は何ですか？家庭科です。いや家庭科と音楽、音楽が一番好きかも、音楽です。家庭科3時間くらいあるってなったら、あ無理ってなるかもしれない。さあ、奈々ちゃん今日めっちゃ可愛い、ありがとうございます。ゆかりさん写真より実物可愛いのでぜひ頑張ってください、ありがとうございます、頑張ります、頑張る、ありがとうございます。体育館でエアコンあるとすごいですよね、びっくりした。なんかエアコンついてるんだけどって嬉しすぎました。しかもエアコンつくようになったの今年の、なんかもうほんまに最近なんですよ、つくようになったの。なんか設置はされてたけど誰も動かさなかったから、なぜかは知らないんですけど、
ガブリーさん、ナナちゃん、ありがとうございます。熱中症が増え、熱中症になる人が増えてからなんかつけ出したエアコンを。皆さんやっぱエアコンつけてます？今つけない方もいるのかな、扇風機とか。今ぐらいの気温だったら。つけてない。マジですか？もうつけなくてもいい温度ですよね多分。締め切っちゃってるんですけど、扇風機で過ごしてます。扇風機になんか、扇風機に向かって喋るとなんかあーみたいになりません？あ、ずっと遊んでた。声変わるから。エアコンつけて窓開けてます。換気大事です。ひかりさん教えてくださってありがとうございます。こんばんは、こんにちは、ふむふむありがとうございます。ちなみにあと30分したら阪神戦に没頭します。そうなんです。あ、楽しんできてください。テレビかな、テレビではない感じですか？普通にもう現地ですか？現地会場ですか？会場じゃないのかな。ちなみに私も30分したら塾なんですよ。やばいやばい、本当にやばい。スカパーで阪神対ヤクルト戦見ます。ごめんね、スカパーなんですね。教えてくださってありがとうございます。たけどんさん、ぶどうありがとうございます。ぶどうありがとうございます。体育館もエアコンあるなら体育で汗かかない。なんか外の時だけかきます。そう、体育館エアコンあるから、ね、今日の晩ご飯なんですか？今日の晩ご飯わからないです。まだわかりません。お楽しみみたいです。ゆかりさんは決めました？今日のご飯、夜ご飯か。マークさん大変だ、頑張って。ありがとうございます、頑張ります。ありがとうございます。待って、まだ通うか。まだ、あ、でももう通うか、まだ通うか。ナナちゃん頑張って、ありがとうございます、頑張ります。さっきマックのチーズ月見食べました。食べたい、マジで。今年食べれてないんですよ。去年は食べたんですけど。え、美味しかったですか、チーズ月見？羨ましいです。え、なんかすき焼きもありませんでした？学校帰りはマクドとか寄りません。寄ったことないかな。帰り道にマクドがない感じです。おいしかったです。この時間に食べれば罪悪感ないし、もう夜ご飯ですもんね、罪悪感ない。
食べ過ぎなければ罪感はそんなに感じないかも。クルスさんこんにちは、ありがとうございます、来てくださって。普段だったらゆかりさんはなんか何食べるんですか、あのバーガー、マクドで。バーガーじゃなく、バーガー、ハンバーガーじゃなくても全然大丈夫なんですけど。シルクさん、かわいいね、ありがとうございます、こんにちは、ありがとうございます。マクドいいですよね、もうなんか3ヶ月に1回は たまに行きたくなる、ほんと3ヶ月に1回はなんか行きたいなってなる。普段江口です、卵が好き。わかります、美味しいですよね卵。ゆかりさん、好きな食べ物ありますか。好きな食べ物はシャインマスカットとハンバーグです。ハンバーグの中でもあの煮込みハンバーグが好きかな。皆さんなんか好きな食べ物ありますか、教えてくださったら嬉しいです。食べたんですか、かおるさん、こんばんは。すき焼き月見美味しかった、食べてみたいんですよ、すき焼きの、すき焼き月見。うーん、羨ましいです、一回食べてみたい。んザマスさんチラッ、ありがとうございます、ありがとうございます。土下座、高校生になったらお小遣い制になるんですかね。あ、今はもうお小遣い制です、はい、お小遣い制なんですよね。お小遣い制でもなんか最近お小遣い制のなんか意味がなくなってきて、なんか目立っちゃってます、普通にコスメとか、え、これ欲しいみたいな感じでお願いします買ってくださいみたいな感じで。もうそろそろ終わっちゃいますよね、でも。え、待って、ほんまや、もうそろそろ終わっちゃう、まだ食べれてないです、どうしよう。え、食べたいんだけど、マクド、僕はラーメン、ラーメン美味しいですよね。え、何味のラーメン好きですか。豚骨ラーメン派です。もちゃぴーさんこんにちは、ってくださってありがとうございます。ラーメンになんかお酢入れて食べるの好き。かおるさん、すき焼き月見食べれないもん、あ、間違えました、ラーメンが好きです。やっぱり ラーメン人気、美味しいですよねラーメン屋さんのチャーハン美味しい。ガブリエルさんはなんか何味のラーメン好きなんですか。値上げするか早く食べないとです、だいぶ食べないとです。西さん、味噌味、味噌とか、豚骨かな。そうなんですね、うん、豚骨同じです。ガブリエルさん、醤油です。え、醤油も美味しい、待って、食べ物の味の話しか最近してないけど、まあ、美味しいですよね、もう美味しいものありすぎてやばいんですけど。ちなみに醤油豚骨合体。ゆかりさん、つけ麺派です。つけ麺派、そうなんですね。ラーメンは醤油が好き、なんかつけ麺楽しいですよね、なんか自分で、あ、欲しなっちゃった、 お化粧品買ってると、コメントありがとうございます。え、マジでわかりますこってり美味しい、天一のこってりがめっちゃ好きです、わかります。あっさりの塩です、塩です、そうなんです、あのなんか
インスタントだったら塩ラーメン食べたことある。え、普通にありかもしれなかった。あるわ、普通にありました。シンプルイズベスト。食欲、本当にもう食欲の秋すぎて食欲の 秋なのでちょっと食べ物の話ばっかになっちゃうんですけど、ザマスさんはなんか最近ハマってるお菓子ありますか？お菓子、うんうん、もうなんかこれおすすめみたいなお菓子ありますか？なんか一番好きな48グループの歌がありますか？はい、あります。待って、リップ取れてる。ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。完全に取れてたリップが、そもそも塗ってなかった説ありえる、だいぶありえる。劇場近くだと銀座に食べに行くメンバーさんがもしかして会えるかもですよねチップスターにんにく醤油、にんにく醤油、え、美味しそう、え、ま、美味しそうなんですけど、なんか、はい、あの宿題しながらちょっとつまみたい、パクって。お菓子は厚切りポテチと芋けんぴが好き。芋けんぴ美味しいですよね。厚切りポテチ食べたことないかもしれない。普通のポテチはあります。ポテチかポテチか、普通のポテチにあります。え、チップスターにんにく醤油、皆さんもぜひぜひ食べてみてください。食べたことないけど、多分ね、あのザマスさんが言うのは間違いはないと思う。なんとなくなんとなくそう思う。合格したドンキでいろんなお菓子を買えそうですね。頑張る、マジで頑張りますマジで頑張ります。セブンイレの厚切りポテチの塩味が好きです。厚切りポテチ人気だ。やっぱポテチ美味しいですよね。うーん、厚切りポテチ覚えました。今度見かけたらあって言いますあの、そう、誰かに食べてもらう、食べて感想聞く。ポテチか、止まらなくなる。わかります。なんか一回食べちゃったらもうアウトですよね。もうあの悪魔だと思ってる。うん、めっちゃ でかいやつ、ありがとうございます。めちゃかわいい、めちゃかわいい、いい、ありがとう。いい、こっちかわか、あれ合ってた、こちら、ありがとうございます。ニッシーさん、めっちゃ可愛いの、あのアイテム、ありがとうございます。狼くんさん、初見ですって来てくださってありがとうございます。こんばんは、あ、こんにちは、はじめまして。NMB48 救急生オーディション参加中のエントリーナンバー7番です。よかったらななちゃんって呼んでください。14歳の中学3年生で大阪府出身です。よろしくお願いします。アポロチョコ口にいっぱい食べ入れて食べるのが好き。幸せ感じますね、アポロチョコ。アポロチョコなんかあのちょうど綺麗に半分に割るの得意です。あの境目を。アスさん、こんにちは、ありがとうございます。ポテチで、あのアヒルとかやったことあります？なんかする前に食べちゃうんですよね。気づいたらもうなんかない気づいたらなくなっちゃう。一回やってみたいです。ハンケンさん、ななちゃんはナッキーセブンやし合格するんじゃ、
マジで頑張ります。コメント規制と誤字ね、本当にコメント規制、あ、誤字ナイスです。はやてさんお疲れ様です。ありがとうございます。来てくださってこんにちは、ありがとうございます。6時くらいからもこんばんはになるのかな。もう今からもこんにちはこんばんはかな。こんにちはこんばんは、ありがとうございます。終わるまでにあれ食べたい、牡蠣食べたい、うん、本件さんかわいいのありがとうございます。アイテムありがとうございます。ポテチって気づいたなくなってるよね、不思議、本当に不思議ですよね、もう罪だと思う。あれないみたいな、からなんだけどってなりますよね。なんかちょっとずつなんかお皿に入れていくんですけど、なんか気づいたらお皿のなくなるみたいな。あのそのお菓子アイスとか本当に一瞬ですもん、なくなっちゃう。多分ポテチなくなる理由はもう食べられてる場合が多いんですけど、あもうな、あなんか一口も食べる前にもうなんかなくなっちゃってるんだけどみたいな、よくあります。案件さん頑張りなんで、ありがとうございます、頑張ります。お菓子おかしいよ、ありがとうございます。かりちゃんさん、ポテチお箸で食べる派の人もいるみたいで、いますよね、お箸で、あの 袋にお箸でこうやって食べる方、手汚れないからいいですよね。そう、一番の なんか難点がもう 手汚れちゃうことですよね。レイさんさん、こんにちは、ありがとうございます、来てくださってこんにちは、ありがとうございます。あれこれか、こっちだった。あ、なんちゃんが笑った、笑いました、さっき。あの、めっちゃ可愛い、ありがとうございます。ウインクちょう、ウインク、あの、ウインクしたら固めて、ちょっとコンタクト外れてるから、後でつけないとなんですけど、ちょっと、ね落としちゃって今、洗浄中です。夏尾さんこんばんは、ありがとうございます、来てくださって。奈々ちゃんこんばんは、ありがとうございます。え、なんでなんで暗くなんの、え、なんで暗いん、え、待って、え、え、マジでなんで、あ、動いてる、え、
画面めっちゃ暗いねんけど、覚えてます？なんか画面真っ暗、あれ何かがおかしい、ん、えやっぱりさ、え、なんか画面真っ白やねん、え、真っ暗やねんけど、え、気のせいなの、え、なんかおかしいだけ、私もおはしゃ手動いなくていい、やっぱテビタビタしちゃいますもんね、うん、おはしゃに乗ろうかな、最近食べてないけど、え、皆さんのが動いてたらよかったです、動いてよかった、見えてよかったですなら、もうなんか真っ黒な状態になってます今、更新ボタン押しても真っ黒なんですよ、もう いいかな、え、なんか真っ黒になっちゃった、しだれ夜なぎときふかれしだれ柳いつかのあなたを思う、川のそのほとり一人歩きながら、遠い花火の音だけ聞いた、日も暑かった。それなのになぜだろう。私たちは黙って手をつないだね。きっと心が近づきたがってたんだ。好きって気持ちは絶対誰にも止められない。どこまでもついていかせて。しだれ柳しなだれかかるように、しだれ柳あなたの愛もたれて、しだれ柳すべてがなし崩しに、しだれ柳自分だけのもの、なに？なにこれ？なに？カラオケ機能になってたらなんの？なんか継続中で出た、ありがとうございますキラコメ、ありがとうございます、ミラーボール、ありがとうございます、本当にうん、ありがとうございます、初めて見ました、なんかミラーボールみたいなピュアって、はい、キラコメありがとうございます、なっちゃんうまい、頑張ります、練習マジ、うんうんうん、狼くんさんコメントありがとうございます、え、バグって何、オッケーオッケー、うまい合格、頑張ります、頑張るな、頑張る、ありがとうございます、ミラーボールありがとうございました、なーちゃん好きな色は、ピンク好きです、ピンクと水色好きかも、選べません、ピンクと水色は、55分ですね、ありがとうございます、本当に、あ、ミラーボール、あ、アイテムだったのか、ありがとうございます、案件さん、ミラーボールありがとうございます、案件さんがミラーボールのギフトを送ってくださったと思います、日産教えてくださってありがとうございます、50分で危ない危ない、ありがとうございます、本当にありがとうございます、来てくださって、では配信線に戻します、また楽しんで見てください、楽しんでくださいね、ありがとうございました、本当に来てくださって、明日も同じ時間に、明日も塾なので同じ時間にします、5時から、明日も5時からするんだ、よかったら来てください、よろしくお願いします、ありがとうございました、来てください、頑張るなちゃん、ありがとうございます、はい、本当に来てくださってありがとうございました、お礼行ってきます、
マスクメロンさんありがとうございました。クルーズさんありがとうございました。ドミオジさんありがとうございました。 TKB さんありがとうございました。タケさんありがとうございました。ゆかりさんありがとうございました。マー君さんありがとうございました。カズさんさんありがとうございました。カルちゃんさんありがとうございました。アンケンさんありがとうございました。クロブタさんありがとうございました。タケドンさんありがとうございました。ニッシーさんありがとうございました。本当にありがとうございます。またぜひぜひよかったら来てください。17時から明日もよろしくお願いします。カルちゃんさんありがとうございます。こちらこそありがとうございました。よろしくお願いします。はい、まだ57分だね。オッケーオッケーオッケー、ありがとうございます。塾頑張ってくる。本当にありがとうございます。これさんの時見に行きます。ゆかりさんありがとうございます。ぜひぜひ待ってます。ありがとうございます。頑張る、マジで頑張ります。どんどん30日までどんどん近づいてきてる。オーディションまでも近づいてきてる。やばいやばい。はい、本当にありがとうございました。ありがとうございます。頑張ってきます。鶴吉さんありがとうございます。頑張ってきます。はい、ちらまだだった時間今日の MV 忙しいな。めっちゃ楽しそうです。黒豚さんおつななありがとうございます。カズさんこんにちは。こんにちは、ありがとうございます。え、本当に来てくださってありがとうございました。なんか時計が見えないんですけどありがとうございます。ごめんね、くんのできなくて。本当にありがとうございます。ありがとうございます。本当に30日に審査とか、いや、コンサートになんか一緒にみたいな。審査ではない、審査ではない感じです。はい、踊ります。今からカウントするわって。ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは、来るの遅くなっちゃってごめんね。ズレズレさんこんばんは、ありがとうございます。来てくださってありがとうございます。こんばんは。なあ、ありがとうございます。黒畑さん、あの時計が全然見えない時計なんで、見えない時計っていうか、なんか数字書いてない時計だったんでちょっと分かりづらかったです。ありがとうございます。30分前っていうことか。ありがとうございました、来てくださって。またぜひぜひよかったら来てください。西さんマジか、30日絶対見つける。ありがとうございます。今日は忙しくても、いや本当に全然全然です。お疲れ様です。本当にありがとうございます。ありがとうございました、来てくださって。またぜひぜひよかったら来てください。ありがとうございました。え、あそこと、あれ、あ、待って、こうだ、終わる時こうだ。ありがとうございました。